能見がマウンドに上がりました。能見篤史、今シーズンがこれ1軍のゲーム5試合目の登板、プロ通算474試合目です。同点の場面で、勝負のかかった場面で能見を投入してきました中嶋監督。いやすごいところで起用しましたね、はい。当然まだあと1試合なんで、もしかしたらね投げるかもしれませんけども、もしかしたらこれが本当に最後のね試合ということになるかもしれませんもんね、はい。いや最高のところで、はい、ちょうどこれベンチ横の通路、杉本選手の姿もあります。まあ、一番右は足立さんですかね。そうですね、ね、でも何としても抑えてほしいと思いますね、はい。さあここは安田との対戦になります。初球まずはストレート、プロ通算474試合目。でもこれね、はい、まあ、例えばこれが最後だとしてもね、うん、真剣勝負で終われるっていうのはまたかっこいいですよね。いやそうですよね。ボールいっぱいです。ボールカウントワンボールワンストライク。能見篤史今日が43歳と125日。さあ追い込んだ。初登板はルーキーイヤーの2005年の4月3日対スワローズ3回戦。実はプロのデビュー戦はこの京セラのマウンドでした。縁があるんです ね、そうなんです ね。そして4球目スイングアウト、安田三振、ワンアウト。奪った三振通算1517個目。今の安田がプロに入って7295人目のバッターでした。中嶋監督自らマウンドに行きます。ちょっと一瞬だけ、はい、一瞬だけいいシーン、うん、緊張感もあるんですけど、ね、いいシーンです ね、 ね。勝負が決まったシーンではなくて、そうです、この大事な場面で能見がマウンドにあって安田を抑えました。そして阿部がマウンドに向かって場内から大きな拍手。能見投手の記録を調べてましたが、その初登板がルーキーイヤーの4月3日の京セラ、あと初完封も2007年8月18日カープ戦、これも京セラドームのマウンド、さらには初セーブも2018年8月カープ戦で京セラドームでした。そうなんですか。だから京セラとは縁があるということ。そうですね、まあ、しかも社会人野球は大阪ガス、この京セラドームはもともと大阪ガスの跡地ですからね、はいはいはい。最後はしっかり抑えて1517個目の三振を奪いました。ワンアウトランナーありません。能見がアウト1つを取ってマウンドを降りました。